さあ始まりました、チンマラジオ9月15日木曜日第48回ということで、私が、ゆうすけと申します。はい、ボブです。よろしくお願いします。はい、ボブさんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということでございますけどもね、はい、まあこれ季節的なものじゃないと思うんですけど、はい、夕方頃になると、コウモリむちゃくちゃ飛んでるんですよね、僕の家の周りね。あ、ほんますか、あの辺。おう、え、ボブさんの家の近くとかコウモリ飛んでないですか？そういや、こっち来て見てないですね。海沿いっていないんですかね。あ、海沿いいないんですかね。内陸。あ、でも中学校の時めっちゃ見てましたよ。ああ、はい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 。なんか部活終わりめっちゃ飛んでたみたいな記憶はありますけど。おう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 。僕もなんかもう年がら年中ずっとコウモリだらけの生活なんですけど。はい、はい、でもまあなんかそんな大してなんかコウモリの害ってないじゃないですか。まあそうですね。はい、なんかむしろもう気づかないぐらいの存在じゃないですか、コウモリって。鳥かなって思ってよく見たら、あ、コウモリだっていうぐらいの。そうね、なんか、はい、なんかが飛んでるけど別に気にならねえなみたいな感じでバサバサ飛んでるじゃないですか。そうですね。あんま近くで飛んどるわけでもないし。おう、結構で、まあこう、うんうん、そうコウモリね、まあ、はい、飛んでるんすよ、この僕の家の周りむちゃくちゃ。はい、ほんでこいつらなんかどこから来てるんだろうなと思って。ああ、それは今喋ってて思いましたね。え、なんかそのなんかイメージで言うと、なんか洞窟の中にコウモリの巣みたいなのがあって、でそっからこう、はい、なんか街に降りてきてなんか食料調達みたいな感じで現れるのかなと思ってたんですよね。はい、うん、ほんでまあまあまあ、まあ僕の家がまあマンションタイプの家なんですけど、はい、そのなんかね、階段がまああるんですけど、螺旋階段っていうか、こう、はい、一階なんていうんですか、半階降りてクイってコーナーがあって、でまた降りてっていうこう感じのタイプの階段がこうあるんですけど、はい、なんかね、その階段のコーナーになんかやたら黒い、なんか動物の糞みたいなものがいっぱい落ちてるんですよ。ああ、はい、ほんでまあそう実際がそのコウモリの糞だったんですけど。おお、うん、でこれもうずっとこのその階段のコーナーにだけその糞がいっぱい落ちてるんですよ。はい、これずっとなんだろうなと思って。はいはい、はい、彼女もなんかこれ何みたいな感じで、日本にはこんな変なものがコーナーに落ちるのみたいな。うんこっていうのは分かったんですか？そうなんかの糞っていうのは分かってたんですけど、そのコウモリの糞っていうのは全然結びつかなくて、しかも、はい、そのコーナーにだけ落ちてるんですよ、曲がり角のとこだけ。でなんだろうなと思って、そのなんていうんですか、こう携帯のカメラで、はい、その頭上をこう見上げてみると、はい、ちっちゃいコウモリが休んでたんですよね、そのコーナーで。それで発覚したんですよ。そいつんちなんですね、そのコーナーは。でも昼間とかいないんですよ、全然。ああ、その夜飛び回って、でその休憩がてらちょっとそこに立ち寄るみたいな。はいはいはい、パーキングでサービスエリアだ。そうそれでその3階のフロアにやたら糞が落ちてるんですよ。はいなので3階ぐらいのその階段のコーナーが多分お気に入りのスポットらしいんですけど、あ、まあ、便所みたいな感じでね扱ってるんだと思うんですけど、高さ的にね、高さ的にちょうどいいかもしれないですね。で、まあ、ちょっとね、
あの調べてたんですよ、そのコウモリってどっから来るんだと思って。で、うん、確かに調べてたら、あいつはその街中とか家の住宅街に現れるコウモリって、はい、あの家の屋根裏とか、あーはい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 、あと高速道路のあの下っ側、その橋みたいな下っ側あるじゃないですか。あーそうですよね、もう言うたら広いですもんね。そうそう、その隙間に、隙間を住処にしていて、その山とかにはいないらしいんですよね、はい、そのタイプのコウモリは。家コウモリっていうらしいんですけど。へえ、うん、もう全然知らなくて、へえみたいな、あそんなとこから来てるんだって。ほんで、うん、まあ、もうちょっとこう調べていったら、あいつら、はい、あの食欲旺盛らしいんですよ。なんか虫とか食いそうなイメージはありますけど。そうそうそう、あの蚊とか、うん、なんか蚊蚊を食べるらしいんですけどね。蚊食うんすかあいつら。蚊食ってるらしいんですよ。腹の足しになるんすかね。あそれでね、その、はい、だいたい1匹のコウモリが、まあ、夜になったら飛び立つじゃないですか。はいはい、うん、でその1匹が1日に食べる蚊の量っていうのがだいたい300匹から500匹らしいんですよね、はいはい、あまあまあ食うっすね。結構いくっすね。あの人間のお茶碗で言うと、まあ、100杯分らしいですね。えそんななります？なんかなるらしいですよ、500匹の蚊って言ったら。1匹でですよ、1匹で100杯ってことはないでしょ絶対。だってまあわかんないですけど、どんな茶碗か知らないですけど、まあ、それ5匹で5匹でいっぱいになりますよ、500匹だったら。まあなんかそのサイトに書いてたんでちょっとわかんないですけど、はいはい、なんかまあとにかく、まあ、結構食うらしい、結構食うらしい、大量の蚊を食べるらしいと。ほう、でそのコウモリもその結構繁殖する動物らしいんですけど、あーぽいっすね、なんか、うん、多い時にで言うと、なんか一家族なんか200頭ぐらいの家族になったりするらしいんですよね。はい、ビッグダディすぎですね。ビッグダディじゃないですか。ほんで、はい、200匹が飛び回るじゃないですか、世の中、あの夜になったら。はいはい。ほんで1匹が500匹の蚊を食べていくと、あ単純計算、1万匹の蚊を一家族で食べてるんですよ。やばくないですか？絶滅っすよね蚊。いやだから多分その蚊もね、その、うん、それほど繁殖してるんですよ。ああそれ以上毎日毎日、うん。でもじゃあもうコウモリいなかったら、うん、コウモリがそんだけ食って蚊が今の状態に抑えられとるってことは、コウモリいなかったら、うんうん、もう空真っ黒っすよ蚊で。そう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 、ほんと外出れないですよ。ほんと蚊が多すぎて、うん、死ぬかもしれんすね。いやほんまになんかもう、あそんな、なんかこう言ったら、言ってしまえばもう大戦争が毎晩行われてるって感じじゃないですか。はいはいはい、カー対コウモリの、カー対コウモリの大戦争ですよ毎晩。生存戦略ですよね。そうそう、そう考えていくとなんか、あすごいことが毎晩行われてるんだなって。うん、すごいドラマがあるんじゃないかな。そうそう、はい、その中でね、本当にカードラマ、コウモリドラマが繰り広げられていて、でやっとの思いで生き残ったはいはい、はい、カーが人間を見つけてようやく血を吸えるんですよね、うん、はいはい、その戦争に打ち勝った生き残ったカーだけが、うわー、ほんでそのカーを人間がパチッって倒すんですよ。パチッって。そうそうそう、なんかそう考えたら
なんか蚊も大変だなってね、なんか悲しいドラマがあるなと感じた次第でした。で、蚊からしたら一食食うにそれくぐり抜けるってことですよね。そうそうそうですよ、そうですよ。晩ご飯食うためにうん戦争をくぐり抜けてモンスター人間というモンスターに挑んでようやくお腹いっぱいになる。うわあ、めちゃくちゃ大変じゃないですか。殺せんですね。ちょっと情が湧いちゃいますよね。なんかはい、だって人間として考えてみたら結構やばいことですよ。もう夜になったらそのめっちゃ自分よりこう2倍え何倍よいや何十倍の大きさの数百倍ぐらいあるっすよ。数百倍の大きさの翼を持ったむちゃくちゃ速い超音波出す黒い、はいはい、生き物がバサバサ飛んでくるんですよ。ほんでバク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 って食べられていって、仲間たちがもう、うん、そこうわーって食べられて、はい、もうどうにかこうにか生き残るじゃないですか。はい、はあ、はあとかって言ってもう好きなあの子もね目の前で捕食されて、ね、はい、もう兄ちゃんも妹も食われましたよ。妹もお母さんもお父さんも、はい、仕事に行ったきり帰ってこないみたいな。はい、ほんで生き残ってよし自分の食べ物をゲットしなくちゃいけないみたいだね。うん、はい、ほんでもう命からがらスーパーマーケットに行ったらもう、はい、何千倍っていう大きな巨大生物がいるんですよ。その地を密かにこう狙ってるんですよね、こう、はい、大丈夫かな、そうそう、今いけるかな、今いけるかな、うん、って言ってよし今って言って行ったらすごいスピードで、はい、バチーンって痒って痒バチーン無慈悲ですよね。なんかもう慈悲とかないですもんね、そこには。はい、もうだって我々やね血吸われて殺されるから殺すじゃわけじゃないじゃないですか。そうね、寝れないから殺すとかちょっとかゆいから殺すぐらいの。いや本当にね、本当になんかもう顔主人公にしたなんか映画とか作れるんじゃないですか。百戦錬磨を生き延びたかみたいな感じでなんかありませんでしたそれ。蜂かなあれ、何マキバオの人がなんかそういう書いてませんでした漫画。あ、そんな、あ、そうなんですか。いや知らないですけど、なんか蚊じゃなかった蜂かな、なんかミツバチハッチ的なやつなんか昔あのプレイステーションであのゲームがありましたけどね。あー、蚊っていうゲーム、はい、はい、そうそう、やりましたやりました。いや僕やりました。なんかお風呂場とかでね、その妹かお姉ちゃんかのおっぱいを吸いに行くあれめっちゃ良かったですよ。あれほんまにめっちゃドキドキしましたもんねえ、あんな感じですよ本当。なんか叩かれる瞬間とか走馬灯とか見えてるんですかね。ああ、家族が目の前で、うん、コウモリに食われるシーンとかね、俺の人生食われるしそう何もなかったなみたいな。あ、お父さんがな食われる瞬間、うん、ドンドンって押してお前は生き残るんだって必死で逃げて行けーって言って振り返るな、行けー家族全員を背負ってねいやーほんとね、なんかいろんな世界がありますね。へえ、うん、まあ
何でもないんですけど優しくならな、優しく生きたいですよね。そうですよ本当に、はい、ね、なるべくね、無用な殺虫は、まあ、やめましょうということで、はいはい。まあ、ところでなんか今日ボブさんなんかめちゃくちゃ面白いゲームがあるとかってなんか始まる前に聞いたんですけど、なんすか。はい、はい、そうなんですよちょっと合コンの準備でもしてるんですか。あ、合コンでもありかもしれないですねこれは。あ、マジですか。はいはい、へえ。ちょっと何気なくネットサーフィンしたら見つけまして。あららららほう、はい、ちょっと2人でやってみたいなって思っている所存であります。わ、はい、かりました、ぜひやりましょうよ。はい、うん、では参ります。はい、題しまして、ほう、おっぱい連想ゲーム。はい、おっぱい連想ゲームですか。はい、おっぱい連想ゲーム。おっぱい、ね、はい、おっぱいです。はい、あ、おっぱいじゃなくて、おっぱいですか。おっぱいです。あ、おっぱいですね。わかりました、はい、すいません何を言ってるんですかいや、何でもないです、気にしないでください、はいはい、何でしょう。端的にルールを説明させていただきます。はいはい、連想、まあまあ連想ゲームですね。うん、まああるじゃないですか、うん、ちょっとおじさんですけどマジカルバナナとか。はいはいはい、めちゃくちゃやりましたね。うん、まあ連想していくんですよね。まあ、うん、バナナ、黄色、うん、でまあ信号とか、うん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 、っていう連想を、これを一人で行います。え、うん、一人交互ではなく、うん、はい、でその連想していって、うん、最終的におっぱいにたどり着く、このスピードを競います。一人でやっていて交互にねこれだからめちゃくちゃむずいじゃないですかそれだからまあ、うん、交互にやっていってやらない方はその、はい、お題を出す、うん、でお題もらった方はお題から連想していって最終的におっぱいにたどり着けばよし、はい、クリアで、うん、これをどんだけ早くできるかっていうのをやりたいんですよ、うん、はい、なんかそれってなんかこう、はい、リズムとかあるんですか。いや、これスピード勝負なんで。あ、もうとりあえずもう言っちゃえばいいんですね、連想していけばいいんですね、まあ、そうですね、脳トレ的な。うわー、もうやばいねそれ。ちょっとちょっと脳みそなんて腐ってますからね。もうそうですね、もうなかなか難しいですよこれは。回転止まるとき完全に止まりますからねえ。まあまあ、はい、うん、ちょっと試しに私やってみましょうか。あ、はい、ぜひぜひ。ちょっと用意するにあたってちょっと練習したんではい仕事中に、うん、はいはい、はい、仕事中にもうパッと目に入ったものからおっぱいにたどり着くっていう。おう、おう、もう何でもいきます、何でもください、はい、あ、じゃあいいですか。はい、塗り壁。塗り壁、あ、塗り壁、硬い乳首、おっぱい。はい。なるほどね。なるほどね。はい。ちょっと待ってください。それめちゃくちゃやばくないですか今のボブさん。早くなかったですか今。むちゃくちゃ早いし、やばいじゃないですかそれ。おえ。ちょっとじゃあ、僕やってみますね。やってみますか。はい、どうしましょうね。逆な、なるべく遠いやつ言いたいですよね。乳首から、乳首じゃない、おっぱいから。そうですね。あ、ハンガー。
ハンガー、はい、ハンガーかける乳首おっぱい乳首かけます？ちょっとかけるから乳首がよく分かんなかったんですけどいやハンガーかけるじゃないですか乳首に突起物にかかるでしょ、それダメなんですか？文化がそういうあれなんですか、乳首にハンガーかけてるんですか、ゆうすけさん。いや乳首にハンガーかかるかもしれないじゃないですかダメなんですかね、これハンガーかける乳首おっぱいダメ。いやちょっと、いやまあそういうプレイをしているなら正解ですけどまあ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 いいんじゃないですか、ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ、オナニー、 AV、 AV 女優おっぱい。おー納得できますね納得できますね、確かに。はい、はい、ありがとうございます。うん、納得できないとやっぱいけないですよね、うん、そうですね確かに、はい、船、船、揺れるおっぱい。あー素晴らしい。どうすかどうすか、今のやばくないですか、素晴らしいすごい順応が飲み込み早いですね工事現場、うわ工事現場、工事現、工事現場、ロードローラー、乗り物タイヤ丸い乳首おっぱい遠いね、遠いね、遠まりしたっすね遠いね今遠いね、工事現場、工事現場どうできますあれ、工事現場、工事現場、おじさん、はい、おばさんおっぱい、風俗、あおじいさんおばさんおっぱい、おばさんおっぱいあーそっかそっかはい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 、いやなるほどねはい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 、何でもいいですよ。ヨーロッパ、ヨーロッパ、美人、はいおっぱい、そっから言う、そうっすね、そうっすね、それでと思う、うわなるほど、いやでもそれそうなりますよね、ヨーロッパ美人おっぱい、墓、墓、墓、おばあちゃんおっぱいお前それちょっと失礼やろそれちょっと失礼じゃないですか、乱暴、おばなんで墓、おばあちゃん、ちょっとそれパワーワードすぎますね、パワーもう、あーじゃあ墓、墓石、硬い乳首おっぱい、あーそうね、あーな、それ納得、なるほどそれ納得っすわ、これはいいんすね、うん、人参、あ人参、突起物、乳首おっぱい、うまいっすねはあはあこれちょっとこれちょっと面白いっすね枕、枕、枕、ベッド、セックス、前戯、おっぱい、うわー遠いわ、全然遠いわ枕、柔らかいおっぱいでいきますよね絶対、あーちょっとだからそうなんすよ、うん、俺結構才能あるかもしれないですね俺これ、いやでもそこの心理僕一回たどり着いたんすよ、あの、はいはいはい、まず柔らかいか硬いかで、うん、どっちかいけるじゃないですか物体って、うん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 、硬かった場合、うん、硬い乳首おっぱいで、うん、いけるんすよ、柔らかかった場合、うんうん、柔らかいおっぱいでいけるんですよ、うん、宇宙、コーヒー、宇宙、宇宙広い、巨乳、おっぱい、なんちゃちゃちゃ、違う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 、広い巨乳なんですか次、大きいから
あ、宇宙大きい、あ、はい、大きいね、大きいだったら分かるんですけど、広いって言われたんですよね。あ、大きいにしな、大きいってしたらよかったんですね。そう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 、はい、あ、ロマンでもいけたっすね。宇宙ロマンおっぱい、宇宙ロマンおっぱいいけますね。これこれベストアンサーですよね、宇宙ロマンおっぱい。いけます、それいけます、いけます、いけます。いやー、なるほど、これ止まらんすね。ドラム、ドラム、ドラム、音楽、アイドル、おっぱい。おー、納得納得。はいはい。海、海、大きい、おっぱい。なるほど。そっかそっか。か、か、メスか。じゃあメスカにおっぱいないな、これか。か、か、か、生き物、哺乳類、おっぱい。うわー、遠い遠い、絶対遠い。か、す、乳首、おっぱいですよね。すげえ、うまい。才能が才能が開花してるかもしれない。これ何の得があるんですか、こんなことできて。合コンとか使えるんですかね。まあでも今盛り上がってますから。そうね、そうね。もうなんか男だけでしか盛り上がらなさそうな、おじさん、おじさんクイズですよね。なんか おじさんゲームですよね。おじさんゲームですよこれ。早すぎたら引かれるかもしれないですね、合コン。どんだけ連想してるんだこいつ普段からみたいなね。そうですね。まあでも僕結構おっぱい好きですからね、やっぱり。なんかたまにこう強がってお尻派とかって言っちゃうんですけど。ああ、はいはいはい。結局おっぱいの方が好きですからね、やっぱり。僕は。なので結構得意かもしれないです、はい、うん。いや、うまかったっていうか、成長の速さえぐかったっすよ。いや、ほんと最初なんだこのゲームと思ったんですけど、なんか、ね、やってみたら意外にいけた自分がちょっと恥ずかしいっすよ。そうですね。ちょっとやってみたら楽しいでしょこれ。楽しい楽しい。なんか出題する方も楽しいですね、どう来るのかっていう、はいはい、そうですね。ベランダ、ベランダ、ベランダ、硬い、乳首、おっぱい。もうちょっと困ったらそれになる。ちょっとパワー、パワー気味ですね。場所苦手なんですよね。物体は結構いけるかなと思うんですけど。あ、リンゴ、リンゴ、丸い、乳首、おっぱい。おー、そうね、そうね、はい、そうね。肉、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 お、ん、肉、肉、赤い、乳首、おっぱい。なるほど。赤い、うん、ちょっと時間かかりましたね。はい、肉、肉、牛肉、牛、おっぱい。あとか。牛からいけるんですね。牛からおっぱい、牛からもいけるんですよ、おっぱいって。ていうかもう逆におっぱいがすげえわ、もうこうなった。いろんな、いろんな入り口ありますから、おっぱい。おお、すごいねこのゲーム。なんかおっぱいっていうのがいいね。そうですね、なんかいい感じに下品すぎない可愛らしさを残しつつ、ねえ、なんか、はい、うん、ポップな感じ出ますよね。誰も、うん、誰も不幸にならないですねこのゲーム。そうですね、すごい幸せなゲームですね。いや、これいいっすわ、これちょっと楽しいっすわ、ずっとできますねこれ。こういうの大好きっすね、はい、好きですね。まあ、いや、次の、うん、はい、10月のね、ワイダンライブでもちょっとやってみたら、ね、これちょっとやってみたいですね。はい、
なんかしかもそんなに難しくないっていうところもまたいいですね。そうですね、意外といけるんですよ。おう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 、すぐ。なんか聞いた時はちょっとできるかそんなんと思ったけど、はい、なんかやってみたら意外に意外と最短距離すぐ行くっていう。うん、なんかこのなんか小学校の時に保健体育のテストがむちゃくちゃ点数がいいみたいな恥ずかしさはありますけどね。はい、うん、お前めっちゃ点数いいじゃんみたいな。そうそう、本能で答えれるっていう。そうそう、なあ、いや、いいっすわ。ちょっと面白いですねこのゲーム。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、まあじゃあちょっとね、まあ、時間もいい時間になってきましたので、はい、曲いきましょうか。はい、お願いします。じゃあ、まあ、この話の流れということで、ドエソ女いきますか。ああ、はい。そうですね、そうですね。はい、じゃあミリメートルグラスでドエソン、お聞きください。お聞きくださいました。ミリメートルグラスでドエス女、はい、女乳首ということでね。あ、女乳首おっぱいということでね、はい、ドエス女、ドエス女乳首おっぱい、ドエス女乳首おっぱいということでね、やらせていただきました。はいはい、ということで、コメント紹介、いきましょうかね。はいはい、もういい感じにコメント紹介ができることに嬉しく思います。はい、待ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ早速読ませていただきますね、今回も。へい、はい、こちらセンシティブ耳、8月25日、通常回ナンバー45に寄せられたコメントです。はい、ラジオネームハム8123、あ、ありがとうございます。ハムさん、ありがとうございます。曲めちゃめ、あ、失礼しました。ちょっと感情が入りすぎて、あの前回大盛り上がりしすぎたせいで変な緊張感ありますよね。力がめちゃくちゃ入って声出なかったです。すいません、失礼しました。もう一度やらせていただきます。はい、
曲めちゃくちゃかっこいいです。リメイク楽しみにしてます。あとこのサムネじわじわきますね。ボボさん耳大丈夫ですか。ということでありがとうございます。聞き取れましたか。大丈夫ですかこれ。ハムさんは聞き取れますね。あ、ギリギリっすね。ギリギリのライン、ちょうど聞き取れる、聞き取れる限界のしゃがれ方をしてますね。ギリギリの、ギリギリのやつですね。はい。不思議と聞き取れるんですよね。まあなんかこうボスキャラだけどなんか言ってることがちゃんとわかるアニメみたいなね、うん、あちょっとよくわかんないですけど、あの、はい、アシュラマン的な声してミスターサタンみたいな声をね。あーそうね、そうね。まあということで、曲めちゃくちゃかっこいいですと。はい、45ということで、これね、あれです、メタルボーイですね。ああ、はい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 。はいはいはい。やっぱりなんか、すごくイメージに合いますね。なんか、ハムさんとメタルボーイって。うん。鋼鉄の、まあ、鋼の肉体を。もう、鍛えに鍛え抜かれた肉体ですからね、ハムさん。メタルボーイって、なんか後ろに変なロボットみたいな人いるじゃないですか。うん、あれなんすか。なんすか、後ろに変なロボット。なんかメタルボーイ流すとき紹介する映像のときに後ろになんかウォーズマンみたいなのいるじゃないですか。え、あれっすか、その YouTube のやつですか。YouTube 貼ったんですかね。 YouTube の、はい、YouTube のはなんかちょっとかわいらしいロボットでサムネ作ってましたね。ああ、多分それ Facebook のやつじゃないですか。そう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 、 Facebook のなんか、うん、Facebook のページに上げているやつはあれ鉄人28号です。28号にああいうやつが、28号じゃないですよね。そうそう、うん、鉄人28号ですよ、あれ使ってるの画像は。え、28号じゃないじゃないですか。何がですか、あれ黒いメタルボーイ、黒いロボットが、うん、いますでしょ、あれ。え、あれ多分なよくわかんないですよ、僕は。まあ、適当に拾ってきてなんか編集してはい作った画像なんで、多分鉄人28号だったと思うんですけどね。マジンガー Z かな。いや違うな、何なんですかね。いや見たことないロボット。まあまあ、じゃあわからないということで。わからないし、多分これ誰もわからないですよね、見てないんで誰も。YouTube の話してないですから。はあ、そうでございますけども、まあ、リメイク楽しみにしてますということで、はい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 、うん、まあね、ちょっとまあ今頑張って、リメイク作業中ですのでお楽しみにくださいと、うん、ええー、あとボブさん、はい、耳大丈夫ですか。あ、耳なんか治りましたね。あ、治りました。その、うん、なんか張ってる感じ、膜が張ってる感じはなくなりましたね。そういえば、なんか取れたんですか、ポロッと。いや、そんな感じはずっと治ったんですか。はい、何だったんですかね。ねえ、怖いっすね。あれじゃないですか、その太りすぎて耳の穴がもう脂肪で詰まっちゃったとか。耳の中太るっすか。知らないですけど、あのデブの人ってすごいっすよね、耳の穴太らないんですよね。あれってなんでなんですか。太らないっすよね、え、もう耳の穴太ったら終わりでしょ。俺不思議ですよね。そこまで太ってないし。ね、でも人間の構造としてはなんか不思議じゃないですか、なんかめちゃくちゃデブったとしてもその、息する軌道とかそういうのはつまらないじゃないですか、肉がつかないという。ねえ、
なんでなんですかねあれって。そもそもそんな中身じゃなくても足首手首も太らなくないですか。いやでも太ってる人いるじゃないですか、全体的に太ってる人って。もう指とかパンパンの人いません、たまに。グローブかよっていう、まあ、いますけど、ね、赤ちゃんみたいな。ねえ、はい、なんかしかもあの太ってる人、これあんまり言うとあれですかね、ダメですかね。何がですか、誰に対してですか。いやなんかこう太ってる人ってみんな同じ顔になっていきますよね、最終形態。まあでもそれ単純に、ね、つくとしたらほっぺたとかじゃないですか。でほっぺたがボーンって張ったら、うん、もう顔の半分ぐらいが同じ形になるからねえ、ほんとみんな同じ顔してますよね。もう行くとこまで行った人ね。はい、うん、目細くてね、うん、ちなみになんですけど、その体重あの3桁いくのって、はい、才能がいるって本当ですか。僕は行ったことないですけど。ああ。なんかそれよく言いますよね。ね、才能がいるらしいですよね、あれって。そうですね。あの、友達で、太ってる友達で、僕より10センチぐらい背が高い人いたんですけど。うん。その人も、うん、98ぐらいで、ダメでしたね。うん、断念したんですか。なんかみんなで目指せ100言うてご飯連れて行ったりしてたんですけど無理でしたね。もう食べれないって。あと2キロ行けよお前とか言ってね。そうなんですよ、99まで行ったら98とか7に下がるんですよ、油断したら。マジで、もうダメだよポップコーンって言って。まあそんなクソデブでもなかったっすけど、身長あったんで。ああ、はい、まあね、うなの話してました。そうね。まあめ、ハムさん、ボウさん耳大丈夫ということなので、はい、ご心配ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、ありがとうございます。えい、続きまして、えい、こちら、満月の夜に、9月8日通常回ナンバー47ですね。はい、はい、こちらラジオネームカレユメカさん、はい、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。こちら、もうすぐお化けになるので、ゆうすけさんのこと呪いますね。イカタコということで、カレユメカさんはギリギリ聞き取れない息に踏み込んだんですよね。なんか、カレメカさんちょっともうあの根に持ってますね、僕の発言によって。怖い、怒らせてるようで。怖い単語が聞こえましたけど。ねえ、ユウスケさんのこと呪いますねって、はい、おっしゃっております。まあもうこれね、あのこの回だったっすかね、そのカレイメカさんがもう80でもうすぐお化けになるのでみたいな、はい、ちょっといじっちゃっていうことで、はい、呪われるらしいですね僕、後ろに今頃、うん、後ろに生き霊飛ばしてるんでしょうか今。まあ、でもあの僕、はい、はい、何ですか何ですか。いや、さっき一瞬
ゆうすけさんの音声が、はい、なんかピピピピカガーみたいなになったんですよ一瞬うん、それ絶対呪いじゃないですかね多分カリミカさんの怖いんすけどでもね僕ちょっとね性癖なのかちょっと分かんないんですけど、はい、あのなんかこうサイコ系の女性好きなんですよね結構。あーサイコ系ですか。サイコパス系の、はい、なんかこうストーカーしちゃったりとか。あ、ヤンデレ系ってことですか、ね、そう、ヤンデレみたいな、はいはいはい、女性に結構惹かれちゃうんですよね。なんか、うん、なんか呪ってやるみたいなこと言われたらちょっとわからないですけどちょっとまだちょっと本格的さが違うというか結構なんかこうがっつり束縛されたらなんかちょっとこう嬉しくなっちゃうタイプなんですよね。ああ、はいはいはい、うん、いやーどうすかね、うん、いざやられたら嫌なんじゃないですかああいうのって僕一回なんかねこうなんかそうストーカーとかする女の子とか、はい、なちょっとこう別に嫌いじゃないんだよねみたいな話をしたことがあって。ああされるのが、そうなんかそうされるのが別に嫌いじゃないんすよねみたいな言ったら、はい、言ったんですよね、はい、なんか軽く会話の流れで、はいはいはい、でそれを聞いたその女の女性がですね、はい、もうちゃっかりストーカーになったことあるんですよすごいすごいななんかね仕事帰りとか、はい、なんかいつも立ち寄るコンビニとかあるんですよね。まあなってきますよね。うん、うん、でまあいつも通りこうコンビニ寄って、まあ、家路に着いたんですけど、なんか、はい、今いつものコンビニにいたよねみたいなこうメールが来たりとか怖えなんかここいたよねみたいな、はい、なんかこうなんか連絡が来たりしだして、はい、その時に思いましてね、ああやっぱりダメだなといや嫌じゃねえかよって嫌なんすけどね、なんかたまにそのアニメとか見てると結構サイコパス系の女性をこう主役にしたとかサブキャラとかでいるじゃないですか。いや分かりますよ、それそういうのは全然ありというかいいじゃんいいじゃん、なんかちょっと、うん、そうそう羨ましくないですかたまに。はい、まあ、いいじゃねえかこの子とかって言ってね、うん、可愛いしそこまで好きに思ってくれるなら、そう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 いいじゃんって。で、うん、多分僕が好きなのはそのアニメの世界のサイコパス系の女性キャラなんですよね。はいはいリアルになるとやっぱりやばいっすよねちょっと身の危険が本当に怖かったっすもん、うん、これめちゃくちゃ怖かったっすほーってホラーっすもんね、ただのホラーホラーホラー。ええまあもうすぐお化けになるっていうかね、はい、もうお化けになられたらうん、もうまあお化けになったらお化けになったで全然会いに来てくれたらね、はい全力で除霊しますので来られたら来られたでクソビビるでしょビビりますよね、どんな感じで来るのかねちょっと楽しみですけどねまあね、僕特技ありますよね、僕らあのカナニー使いますからカナニーのおかずになりますからねもし来たとしてもエッチなおかずになってもいいのだったら全然来ていただいて結構ですので無敵ですね僕ら無敵なので
どうぞお越しくださいということで、はい、ありがとうございました。はい、あともう一件ね、来ておりますので、おお、はい、こちら満月の夜に、あ、同じ回ですね、はいはいはい、通常回47回に、こちらラジオネーム斉藤さん、お、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私も生理周期アプリ使ってますが、パートナーと共有するのは彼女さん名案ですね、ということで。あれ、なんか成長されました斉藤さん。これね、あれ、なんか普通じゃないですかって思いましたよね。なんか知的な、知的ななんかね、うん、感じしましたよね。ふわふわしてませんでした前。ちょっと前おバカ感、おバカ系の感じだったんですけど、はい、まあ、ちょっとねこれ理由がありまして、はいはい、僕あの斉藤さんの声を聞いた、うん、聞いたんですよ。ああ、はい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 。それっていうのもなんかね、あのポッドキャストでなんかおもらしラジオっていうラジオがあるんですけど、かぶってないですか？なんかちょっと。いや、これ、ね、言葉だけで聞いたらもう完全にアウトなラジオなんですけど、そのおもらしのおもが思うなんですよね、漢字のあなたを思うとか。はい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 。その思うに、うん、おもらし、まあらしはひらがななんですけど、はいはい、おもらしラジオっていうラジオがありまして。お、いいじゃないですか。なんかね、その、まあ放課後の楽しい時間を思い出したいみたいな、うん、あ、いいじゃない、俺たち30代だけどみたいな、あの時過ごした時間思い出したい、そんなダサい番組を元気にお届けしますっていうなんか紹介文があるんですけど、はい、そういうおもらしラジオっていうラジオにですね、斉藤さんがなんと、なんかゲストで出ていて、はい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 、うん、そこでその本当になんかそのラジオ界、ポッドキャスト界では有名な、本当に実在するのかっていう斉藤さんなんですけど、はい、本当に実在しまして、はい、してまして、はいはいはい、斉藤さん喋ってたんですよ。おお、ほんだら僕ずっともうふわふわ系のおバカさんなのかなと思ってたんですけど、はい、もう全然しっかりとちゃんとした大人の女性でしたね。だろうよ。そりゃそうだろうよ。いや、なのでびっくりして、あ、もしもし、斉藤ですけどっていう感じだと思ったんですよね、僕ずっと。ところがどっこいですよ。そんな感じでラジオも出てるんだろうみたいな。そう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 、はい、うん、ゲスト出てたんですよ。今だったらそのこのおもらしラジオ聞いたら斉藤さんの声聞けますよ、ボブさんも。そのツイッターで、はい、あ、見ました。ちょっとまだ聞いてはおりません。ああ、まあまあ全然 あれですけどね、はい、めっちゃしっかりした声でした。しっかりした人だなと思いましたね、うん、声を聞く限り。そうそう、知的な感じ、はいはいはい、うん、だったので、ちょっとまあね、まあ知ら、うん、前はね知らなかったから、ああいう喋り方イメージでね。本人は知っちゃったら知っちゃったらもうね言えないかなと思ったので、うん、まあというわけで、まあ、知的な斉藤さんということで。まあ斉藤さんも生理周期アプリ使っているということで、ああ、あららら、らパートナーと共有するのは彼女さん名案ですねということで、はいはい、うん、おう、まあはい、そうですね、今も今日も絶賛そうですね、絶賛不機嫌な感じなのでね今日は。そうなんですね、はい。まああんまりねプライベートなことは言えないですけども、はい、お察しくださいということで。はい。
はあ、斉藤さんも使ってると。あんまちょっと整理の話ってなったらちょっとあんま。そうね、いや言っていいのかなと思いますもんね、はい、男からしたらセンシティブなんで。センシティブな内容ですよね、うん、案外これって、あんま、うん、あんまずかずか踏み込んで面白おかしくするもん。そうね、ね、男側からしたらもうダメですよそれは、うん、ダメなので、まあちょっとね、はい、はい、ありがとうございましたということで。はい。はあ、もうあのちょっとでもタンポン気になりますけどね。実物見たことないっすね。あ、見たことないですか。あのなんか、はい、ダイナマイトみたいな形してるんですよ。それホッシャンが。そう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 、あの芸人のホッシャンがなんか言ってましたね。滑らない話かなんかでね言ってた。あ、見ました見ました、はい、うん、やつなんですけど、本当にダイナマイトみたいな形ですよ。あ、水分を含んだら、はい、ポッて膨らむらしいですね、ホワーンって。 あれ最初はちっちゃいんですか。そうそうそう、ちっちゃいんですよ。へえ。なのであのボブさんもね、うんこをよく漏らすのでお尻の穴に入れとったらいいんじゃないですか。やめろ漏らすの。ボブさんうんこ出てるよって言ってバカお前、よく気づかない間に漏らしてるんですね。漏らさないまあまあ冗談はさておき、あんまりね、はい、触れれないですね、あんまりちょっと広げれないな、ね、ということで本当に皆さんいつもコメントありがとうございました。はい、そうですね、はい、ありがとうございました。どしどし送ってくださいね。はい、ということで懲りずに送ってください。はい、じゃあもう時間もありですけど、ちょっとね軽くコーナーいきますか。そうですね、ちょっと、うん、巻き気味でいきましょう。じゃあ今日紹介するコーナーこちら。はい、ドドドおということで、怒り3つドドド、はい、はい、ドドド。こちらはですね、我々が勝手に抱いている日常の怒りというものをですね、もう完全に独自の見解、もう勝手な自己判断で、紹介させていただきますというコーナーでございます。はい、はい、はい、ということで、どうでしょうか。何か坊さんからでもなんかありましたら。はい、じゃあ私、はい、どうしたのボブさん。おお、どうしたどうした。いや、聞いてくださいよ。おお、聞く、どうしたのそんな怒って。おう、こないださ、おう、運転中の出来事なんですけど、うん、 T 字路あるじゃないですか。T 字路ね、はいはい、はい、ありますね、うん、はい、正式名称 T 字路と言いますけど、 T 字路あるじゃないですか。はい、で僕はあの T の、うん、下の部分、うん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 、 T の下の部分からちょっと説明したらこれ分かりづらいかもしれないですけど、下から上に行ってたんですよね僕は。めちゃくちゃ分かりやすいですよ、分かりますよ、はい、うん、で僕の方は一旦停止だから待ってたんですよ。うん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 。で T の、うん、左側から車が来て、はい、この僕の下に行こうとはいはいはい、僕の下の道に入ろうとしてたんですよ。はい、で僕は一旦停止だから待ってるわけじゃないですかそいつを。
うん、そうね、うん、そしたらはい、そいつ入る前にはい僕を待つんですよ。あ、いや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 って、はい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 、はい、いや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 って、お前優先だよってなって、はい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 、ね、うん、でこれもう待たれることによりこっちから、うん、こっちからしたら、うん、もう完全に向こう優先というか、もうこっちとしては一旦停止がある時点でもう最弱なわけじゃないですか、優先順位。そうね、うんうん、であなた待たれたらこっちどうしていいかわからんじゃないですか。こっちはルールを完璧に守っとんですよ、うん、はい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 、で向こうなんか向こうはなんか、え、はよ出てよみたいな、なんやったらはよ出てよみたいな顔してるんですよ。はいはいはい、いや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 ってバカ野郎って。信号ないんですよね、そこ。信号はないです。あ、ないですよね、うん、はい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 、めちゃくちゃわかりますわ。うん、でそのちょっと譲り合いって美しいねみたいな空気出すんですよ、向こうが。いや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 って、はいはい、俺これのせいでタイムロスを僕食ってんですけどみたいな、スッって入ってくれたらもうスッって出るのに。うんうんうん、腹立つポイント的に言うと、まあ、向こうも悪い人じゃないんですよね、はい、譲ってるんですよ。そう、はい、うん、はい、でもこの話の本質って、うん、そういうタイムロスとか小さいこと僕は言ってるんじゃないんですよ。ほう、あの結果として、あの僕がうん、まあ、結局あのもうずっと止まってるから僕もうなんやねんと思って行ったんですけど、先に、うんうんうん、先に出させてもらったんですよ、うん、ってなると優先順位低い僕が、うん、先に出てもら出て出させてもらっていることにより、うん、あの譲ってもらってるわけじゃないですか、僕が。うんうんうん、もう僕はそんな気ないのに、うん、でここで明確な優先、その上と下が発生するわけですよ、うん、勝手にあの不可抗力で、うん、向こうは先に行けるのだけれどなんか下のやつ、自分より下のやつを先に生かしてやったっていうことで圧倒的に向こうが上になるんですよ、順位的に。いやそれ考えすぎでしょ。もうこれ腹立って、僕なんで俺自然にあいつより下になってんだみたいな。もともとはフラットな関係だったのに、なんか強制的に向こうが先にそう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 下克上されたみたいな感じですよね。はい、向こうが先に入ってで、うん、向こうがいなくなった後で僕がスッて出たら、これお互いにフラットですよ。ルール上ね、ルール上何の問題もないフラットな、お互いの地位は一緒ですけど。はい、僕がその交通ルールをねじ曲げて先に出させていただいているいただいているんですよ、僕は先に出させてあすいませんみたいな、なんか僕そんな思ってないのに勝手にはい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 、っていうのを、それが起こそれその現象が起こった後でちょっと運転しながら考えたら、もうめちゃくちゃイライラしてきてなんで俺が劣ってるポジションになってんだよってなって
まあなんかちょっと考えすぎなところはありますけど、いやでも分からんこともないですね、なんとなく。はい、うん、なんか例えばこう祭りとかですごいこう、はい、ラインができてるとするじゃないですか、人が並んでるとするじゃないですか、はいはい、で、うん、行列ね、うん、そうなんかでちょうどちょっとだけなんか前の人との間が空いてるとこを狙って、はい、横切る、その列を横切る時ってなんかあるじゃないですか、まあまあまあ、祭りの時って、ね、で、うん、その時に横切る時に横切ってる人が、はい、なんか別にフラットな関係なのに、あ、すいませんみたいな感じでこう手切りして、はいはいはい、通っていく時あるじゃないですか、はい、横切られる側はなんかもう先輩みたいな図は先輩みたいな顔してもうなんだ通りたまえみたいな感じで通らせてくるじゃないですか、うん、いいけどそんな感じそう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 そんな感じですよね、なんとなく、はいはい、まあ、どうぞみたいなそうですね、言われてみればなんかなんとなくわかりますわ、しかもなんかその、うん、お前が偉いわけじゃねえそうそうそうだからね、その交通ルール的にも間違えてますし、向こうが、でしかもいい人ずらしてるところに僕 は, 働きは腹が立ちますけどね、ああ、この譲り合いしてますよみたいな、そうそうそう、違う、これ譲り合いじゃねえんだよって、うん、お前の単独のミスだわっていうルールがあるんだよって譲る譲らないじゃなくて、うん、これ T 字路のこれ意外とありません、なんかね、いやお前優先だよっていうんだ、いやありますあります全然、うん、でなんか変なタイミングになるときあるじゃないですか、あ、行かないのねあなたみたいな感じで、こっちも待ってる、はいはいはい、向こうも待ってるっていう状態で、そうそう、あ、じゃあ行きますね僕がって言って行こうとしたら向こうもウィーンって出てくるみたいななんだよみたいな本当に一回降りていってもなんか指示出そうかなと思いますわね、そういう時ってめっちゃ説明したいですよね、あのこういう場合はここが一番優先なんでってわかりますわ、うん、まあ、あとそれで、まあ、似た感じなんですけど、はい、まあ、大通りの道があるとするじゃないですか、はいはいはい、でその大通りに出ようとするときに、まあ、何でも、うん、まあ、左折でもいいんですけど、左折したいなっていうときに、はい、こう車がビュンビュン行ってますって言ってそれを待つじゃないですか、で待ってるときに、あ、ラスト1台あの車が行ったら俺スッと行けるなっていう時に、うん、そのラスト1台のやつが、はい、たまに譲ってくる時あるじゃないですか、はい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 、あれも腹立ちますよね、いや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 、いい人なんすけど、いい人なんでしょうけど、そうそうそう、いい人ね、あなたはすごくいい人なんだけど、はい、お前がスッと行けば俺はスッと難なく入れるのみたいな、お前のせいでいらないタイミングができるなよっていうねまあ逆パターンも僕やったことあるんですけどね、いやー結構、うん、譲るときって結構いろいろ瞬時に判断しなきゃいけないですよね、そうそう、後ろに車はいるのかとかね、そう、さっきゆうすけさん言った通りに後ろ見て車いないならもう通り過ぎた方がいいやって通り過ぎますし、そうそうそうとか下手にね、うん、下手にいい人するもんじゃないっすよね本当うん、なんかその自分の行く前が、うん、信号赤になっとったらもう譲ったりするんですよ、うん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 、どうせあっこで止まるし僕が譲ってもそんなタイムロスにはならんと思って、うんうん、とか、うん、
一瞬でバーって見て結局間に合わんですんって言ったりとかありますし、まあ難しいですね。ほんでたまにこう気づかない時とかあるじゃないですか。ああはい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 。左折したい車がいるのにそれに気づかずこう、うん、詰めてしまった時。ありますあります。めちゃくちゃ気まずいですよね。あのあの駐車場から出ようとしょるのにそこスンって止めたり。そうそうそう、あれね。あすいませんってやっちゃったっていう。もう振り向けないですよねなかなか。はい。だから後ろ下がる運は危ないから、うん、気持ち前寄せるみたいな。ギリギリまで前寄せるぐらいしかできない。まあね、もうこればっかりはもう瞬時の判断でね、もう慣れるしかないっすよね。慣れてもらうしか。うん、まあ、ということで皆さんちゃんとね周りを確認して運転して、スムーズな運行状況をね皆さんで作り上げましょうということで、皆さん頑張っていきましょうと。それで劣等感感じてイライラする人間がいるんで。そうね。ちゃんとルールがあるのでね、それを勝ち負け感じてしまう。見直してね、皆さん頑張って生活しましょうということで。はい。まあちょっとねお時間の方も迫っておりますので、はい、最後ちょっとまたまた告知だけさらっとやらせていただきますと、はい、前回もね言ったんですけど、10月28日金曜日チンマラジオ主催のイベント、ちょっとこうこのイベント名がねちょっと変わっちゃったんですよね。はい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 、うん、前回は G スポットなったんですけど、うん、ちょっと、ね、あのサイバー演歌歌手のシグマさんっていう方が来られますし、演歌歌手、ちょっと和テイスト出した方がいいかなと思いまして。ほう、うん、で出演者の方もですね皆さんお酒が好きということで、はいはい、美酒ガメワイダントークショー満密。めっちゃ噛みましたね。思いっきり今ベロ噛みました僕。あもう物理的に物理的に噛みましたわ。いったガチってなったんですね。もう一度いきますね。はい、美酒ガメワイダントークショー満密という、はい、イベント名になりました。なあ難しいな。でもかっこよくはなったな。美酒ガメ美味しい酒に亀って書いて美酒ガメ。亀はタートルですか、壺みたいな亀ですか。タートルの亀ですね。美酒ガメ、はい、その美酒ガメという文字はですね、勝手に思い浮かんだ僕の造語でございますので気にしないで。いいじゃない。いいじゃない。で亀というものね、亀というものは、まあ、見た目チンポに似てるのでまあいいかなと。はいはいはい。で満密というやつはですね、うん、満たすに満じゃないですか、はいはいはい、満たすの満に光と書いて満密なんですよね。ああ光が満ちる、そうと書いて満密なんですけど、これはまあ読み間違えで万光と読んでほしいがために万密ということで。最悪だ。これをこの漢字を見て何人の人が万光と呼ぶか、ちょっとねそれが楽しみなんでございますけども。なかなかですよ。美酒ガメワイダントークショー万密ということで、はい、やらせていただきます。そして出演者の方がね、1人ちょっと追加になりまして、はい、おそちらがですね宮崎直人さんという方でございまして、はいはいはい、弾き語りの方なんですが、はい、もうなかなか面白い、ライブをやっていましたので、もうこれは
ちょっと出演していただこうということでオファーさせていただきました。はい、この方がですね、即興で、オーディエンスの方から3つのワードをもらって、あの歌を作るというかなりテクニックがいる、ライブをやっておりますので、本当にめちゃくちゃ歌もうまかったので、お本当楽しみなんですよ。うん、楽しみですねそれ、正直、でなんとですね、チケットもドリンク付きで1000円になっております。はい、はい、なので参加しやすくなっておる、なっています、ライブになっておりますので、はい、はい、ぜひ皆さん、ビシュガメワイダントークショー満密、ぜひお越しくださいということで、はい、はい、今回はですね、しっかり笑わせていただきました。48回ですかね。48です。はい、48回でした。ということで、どうもお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。バイ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 パイパイおっぱいさよなら。